どうも今日はありがとうございました、えー、今日は衆議院の予算委員会で、えー、普天間基地問題、えー、辺野古新基地建設問題をお取り上げました。えー、総理は、えー、これまで、えー、普天間の基地が辺野古に移転したら、えー、爆音も減りそして基地の負担も軽減するという、えー、繰り返しをしておりましたが、えー、実は沖縄県民が 問題にしてるのは、えー、普天間基地の移転先ということで県内に新しい基地を作ることは絶対に許せないという思いであります自由建とブルトーザーで、えー、アメリカの占領下で作られた沖縄の広大な米軍基地が、えー、69年経っても今なお変わらずに残っている この現状を解決したいこの願いはこれ以上沖縄に新たな基地は作らせないという県民の思いでありますですから安倍首相の移設条件付きでなければ基地の返還に応じられないという態度を根本から追及していきました。総理は 抑止力ということをよくおっしゃいますけれども実は、えー、沖縄返還協定1972年の沖縄返還交渉に、えー、携わったアメリカの国防総省のハルペリンさんが、えー、この間沖縄にやってきまして72年の頃ちょうどベトナム戦争で、えー、米軍が最も 基地を必要とする時期その時期で基地は動かせなかったけれども沖縄が返還をされたらきっと沖縄の基地問題は45年たったら誰かが解決しているだろうと思ったこのようにおっしゃっておりましたそして沖縄県民の8割が米軍基地に反対をしているというこの様子を見て日本とアメリカは民主主義の国家であるはずだと。 民主主義の国家であればどんなに軍事の問題があってもまず県民の声を聞くべきだとそういうハルペリンさんの発言も紹介しながらですね県民多数の意見を押しつぶして辺野古に基地を作るそういう強硬な安倍内閣のやり方を今日は追及したわけであります。よく辺野古に移ったら市街地上空を飛ぶ アメリカの戦闘機もなくなり基準を超える爆音も基準を超えるものはゼロになるということを言いますが現在でさえ不発弾の処理で爆音の基準値を超える爆発音がですね一日に何回も出ているそしてオスプレイも市街地上空を飛んでいるこういう状態があり,さ、ま、ありながら えー、爆音の被害を受ける住宅はゼロだというのは実態を知らない、えー、基地のそばで生活したことのない官僚の勝手な作文をあの総理が読み上げているだけであります。で KC130 空中給油機を予約に基地に移したから負担は軽減されたということを総理は、えー、繰り返しておりますが実は KC130、えー、これは訓練は 普天間に舞い戻ってやってきててやきおります米軍はこれからも普天間基地やあるいは伊江、えー、島や、えー、沖縄県内で訓練をするということをはっきり言っておりますし今日は防衛大臣もアメリカの運用についてはこれは日本政府がとやかく言えないんだということを認めました。そのののの米軍の勝手な基地の運用ですね住民の生活よりも えー、軍事を優先する基地の運用の在り方日米安保条約日米地位協定で、えー、定められておりますがやはりここに、えー、メスを入れなければ小手先のですね、えー、口先の負担軽減策では問題は解決しないそして、えー、辺野古の新基地で新しい矛盾がどんどん出てきております。法令にのっ,とったと言いながら その自らの言明を踏みにじるようなやり方を名護市の市長の権限を避けるために埋め立て設計申請の変更を行ったりしておりますぜひですね、私たちは辺野古の新基地建設ストップのために11月の県知事選挙で新基地建設に反対する尾長さんを勝利させてで政府に 迫っていきたいとこのように思っております皆さんのご支援を心よりお願いを申し上げます今日本当にありがとうございました